皆さんこんにちは、Kondoです。今回のビデオではラップスカートのように大きなドレープを右から左へ重なるようにデザインしたパンツをご紹介します。小さくて細かいドレープではなくて大きなデザインをバランスよく作るというのはそれほど簡単ではありません。ぜひ皆さんもこのビデオを見て挑戦してみてください。それでは始めましょう。
かがでしたか、今回のドレーピング。デザインとしては片側だけにドレープを入れるのもできますし、まあ、左右両方とも同じようなドレープを入れてみても面白いかもしれません。大きなデザインを一つだけ組み入れるというのはなかなか難しいです。幅や長さに合わせたバランスを前からだけではなくって横や後ろからも見ながら作っていくと徐々に正しいシルエットを見つけることができると思います。ぜひ皆さんもこのビデオを見て挑戦してみてください。今日はありがとうございました。